おみつアウトドアチャンネル、ご視聴ありがとうございます。おみつと申します。静岡県の御殿場市にある RV パーク板妻で夜を過ごしました。すごく整備された RV パークで、おトイレも水場もとっても綺麗だし、晴れていたら N 番の後ろには大きい富士山も見えたので、とっても素敵な RV パークです。寝る時に使っていたエアーマットをくるくると片付けていきます。エアーマットって広げるのはとっても簡単なんですけど、畳むのがちょっと面倒くさくて、ついつい使わない時もあるんですが、使うと寝心地が本当に違います。昨晩はお酒をたくさん飲んだんですが、二日酔いになることもなく、しっかり寝ることができました。スノーピークのガスランタン、リトルランプノクターンです。車内でガスを使うときは換気をしっかりして、火消しスプレーとか一酸化炭素チェッカーとか必ず置くようにしています。さあ朝ごはんの時間です。今日の朝ごはんはめちゃくちゃ豪華にいきます。なんと朝から牛タンをいただいちゃいます。こちらの牛タンはラ・ボンバンス様からいただきました昆布締め牛タンです。すっごい大きくて肉厚なタンで、もうドキドキしちゃいます。冷蔵庫で一晩解凍して、お料理する1時間前に常温に戻してからフライパンで焼くだけで調理できちゃう、とっても素敵な牛タンです。昆布で旨味を引き出した牛タン、こういうのは初めて食べるので、とってもワクワクしてます。今回は外のレギュレーターストーブにフューチャーフォックスの遮熱テーブルを使って、鉄板で牛タンを焼いていきたいと思います。車内にお肉のいい香りが広がります。の中で焼肉をするなんて、油が飛ぶとか匂いがつくとかいろいろあると思うんですけど、その罪悪感も含めて、なんかすごいドキドキとワクワクが止まらなくって楽しいです。もちろん事故の起こらないように気をつけて調理しています。それではいただきます。こんなに大きいタンをパクッと食べたことはなかったので、すごい感動的でした。
肉汁がお口の中にもうジュワーって広がって、もううわーっていう感じで、もうどうしていいかわからないんですけど、本当に美味しかったです。なんかうまく言えないな。お肉が美味しすぎてびっくりしてちょっとむせちゃいました。このままじゃんじゃん焼いていきます。このお肉が焼ける音もとっても気持ちいいです。車の中でひたすら牛タンを焼いてむしゃむしゃと食べる女です。めちゃくちゃ美味しいです。今年の父の日はこれをお父さんに贈ろうかななんて思ってます。大切な人への贈り物にぴったりな牛タンだと思います。美味しいのレベルを超えるとむせちゃうんだなって思いました。あぐらをかいてお行儀悪いんですが、お肉と真剣に向き合っています。いろいろありますが、車内焼肉とっても楽しいです。せっかくのスペシャルな牛タンなので、残りはきれいに盛り付けてスペシャルな感じにしていただきたいと思います。丸焦げにしないように大切に焼いていきます。昆布締め牛タンにお野菜を添えた牛タンプレートです。朝からこれはめちゃくちゃ贅沢すぎる。なんかちょっとレストランみたいになったんじゃないのって感じで、すっごい嬉しいです。シェおみつです。こうやって盛り付けて食べるとまたちょっと変わっておしゃれな味になるような気がします。お肉と一緒にお野菜もしっかりいただきます。ジューシーなお肉とさっぱりとしたお野菜、ずっと食べていられそうな最高の組み合わせです。車の中で食べるスペシャルな朝ごはん、とっても美味しくてめっちゃ最高です。この昆布締め牛タン
詳しくは概要欄に書いておきますので、気になった方はぜひ見てみてください。なんか食べ終わっちゃったのがとっても寂しいです。また食べたいなって思います。それでは今から食後のコーヒーを入れたいと思います。最初にお湯を沸かします。今回のコーヒーはカルディで買ったスプリングブレンドのコーヒーです。春に買って菜の花と一緒に飲もうかななんて思ってたんですが、気づけば梅雨になっていました。チョコレートと一緒にいただきます。車中泊のこのほのぼのとした時間が私はとっても大好きです。ランタンの炎を見て、外の空気を感じながら、美味しいコーヒーを飲む。車中泊って本当にとっても楽しいなって思います。コーヒーを飲み終わったらお片付けをして帰る準備。帰る時ってすっごい寂しい気持ちになるんですが、またこういう車中泊やアウトドアを楽しみにしながらお仕事を頑張りたいと思います。スノーピークのほおずきを取って、私の相棒のだるまさんもお片付け。次の車中泊までしばしの別れです。田んぼに囲まれて、夜はカエルさんの声がたくさん聞こえたとっても素敵な RV パークでした。またここに車中泊をしに行きたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。この動画がいいなと思った方は高評価ボタンやコメントでぜひ感想を聞かせてください。チャンネル登録もぜひよろしくお願いします。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。いっぱいお酒を飲んで美味しいものを食べたので、歩いて有酸素運動をしています。今度こそ本当に、バイバイ。